30日、令状審査を終えたパク・クンヘ前大統領は、裁判所の拘束の決定によって、ソウル拘置所、あるいは、三成ほらの自宅に戻ることになる。23日、定期をしない、チョンチョンレ前ともに、民主党議員は、テレビ番組に出演し、パク・クンヘ元大統領が拘束された場合について、状況を説明して話題を集めた。当時 初め議員はソウルコーチ所に入ると全身検査をするすべての服を脱いで入れ墨があるかどうかを病気があるかどうかを見るんだけどこの過程が恥ずかしいと伝えたまたこれに対してョデジン弁護士はコーチ所に来たら心理が不安なために極端な選択ができる高位層の場合体に 凶器や薬物を隠してくることができる。このようなことを確認するため肛門も検査すると明らかにして驚きを誘ったこの記事を読んだ韓国人の反応「パククンヘ涙の全裸症」女性の場合肛門と外陰も開いてみます罪を犯したら罰を受けなければならないんじゃないその恥ずべき姿を身体検査で晒すのだ 高知所ではは穴穴というすて検査する同じ女性女性が検査をするが夫もなく自己中心的な人の精神的ショックは相当なそうだパク・クンヘ氏が拘束されれば高知所で10年間休息をとって出所したらいいです文とタイトルだけを見ても汚い気分になるよねパク・クンヘは自分が使う便器ですら 新しいものに交換していた人なのに、肛門検査はショックだろうね。前職大統領に対する礼遇などは消えた。もう完全な一般人で犯法者だ。肛門検査ど,どは言及しなくてもいいです。つい想像してしまいます。急。涙のあなるー。いや、むしろ礼遇してくれたらもっと、恥ずかしくないでしょうか。大統領様。 今、校門を広げます。こんな検査をしなくてはならない刑務官の気持ちを考えると韓国は法治国家なのだから元大統領であっても他の犯罪者同様の検査をしなくてはならない。